F135 はアメリカ合衆国の航空用エンジンメーカー、プラットホイットニーが開発した戦闘機用ジェットエンジンである。ロッキード・マーティンが開発した F-35 ライトニング2に搭載されるアフターバーナー装備のターボファンエンジンであり、通常離着陸型、短距離離陸垂直着陸型、艦載機型と3機種が予定されている。 F-35 のそれぞれに対応する派生型エンジンが用意される予定である。F-35 の推進システムは2000年に X-32 と X-35 で実証された。プラットホイット 2E は本エンジンより以前に F-22 ラプター用として F119 を開発していた。F135 は この F119 を元に開発された。F135 は F119 のコアと JSF 用の新たなコンポーネントを統合したもので、F119 と異なり、各1段ずつだった、高圧、低圧タービンのうち低圧タービンが2段になっている。F135 は二軸式のターボファンエンジンで、6段式、高圧圧縮機を1段式高圧タービンで駆動する、 高圧圧縮軸、三段式低圧圧縮機を二段式の低圧タービンで駆動する低圧軸から構成される。F119 と同様に高圧圧縮機、タービン軸と低圧圧縮機、タービン軸が逆回転する同軸反転形式である。F135 は整備が簡便になることに主眼を置いて設計されている。そのため F119 に比べて、 部品点数が約40%削減されており、すべての部品が通常使用する6種類の工具で脱着交換できるように設計されているので、支援設備が50%少なくて済む。加えて、自己診断機能を備えているため整備や補給部品の管理が容易になっている。 F135 を搭載した最初の F-35 の試験飛行は2008年6月11日に F-35B 試験機ボーイフレンドマイナス -1 によって行われ水平飛行が成功している2010年3月18日にボーイフレンドマイナス -1 は垂直飛行も成功した初期生産される F-35 シリーズには すべて F135 が搭載される予定である。当初は GE アビエーション社とロールスロイスが F-35 シリーズ用の別のエンジンである F136 を開発し配備計画への上長性を得る予定であったが F136 は2011年12月2日に開発が中止されたため F-35 のエンジンは F135 のみとなった。 F135 を搭載した F-35B は2015年8月に初期作戦能力獲得が宣伝され世界各国で実際の任務に就くこととなる F-35A に使用される通常離着陸型である基本型 F135PW-600F-35B に使用される短距離離陸垂直,直着陸型である 前方に垂直上昇用のリフトファンを備え、垂直着陸時は、エンジンノズルが下に変更するという特徴を持つ。滑走路を痛める恐れがあるためのズルの変更時に、アフターバーナーを使用することはできず、同時に、ドライ時最大水力も制限される。リフトファンは、本体から伸びるクラッチを介して駆動する。インレット直径1.17メートル。 エンジン最大径1.27メートル、リフトファン径1.30メートル、全長9.37メートルである。F-35C に使用される関西型である。塩害対策が施されている。試験中の F135、ありがとうございます。